タミシエグルーブデルビーニュが開発した円柱、半球形及び円柱、円錐形砲弾。タミシエはこれに溝を刻むことにより安定性を向上させたミニ A 弾に刻み込まれたタミシエグルーブフランソはタミシエは19世紀フランスの公平隊移。市場法用弾丸の改良方法を各種発明したが特筆されるのは弾丸に溝を刻むことにより 安定性を向上させたことである。タミシエ大尉は、円柱、円錐弾の正確さを、円柱部に鋭い3畳の溝を掘ることによって、改善する特許を1841年に取得した。タミシエの改良以前は、市場法から発射される弾丸の向きは、完成モーメントの影響では、発射時の向きを維持する傾向があり、軌道の後半になると、 空気抵抗の影響で不規則な動きをしていた休憩弾はその対称性のために効率は悪かったが空力特性は安定していた。しかしデルビーニュが開発した初期の円柱、円水ライフル弾の空力特性は問題を抱えていた。タミシエの改良によって弾丸の重量中心より後部の空気抵抗が増加し、 ヤバネやバドミントンのシャトルコックと同様の理由で安定性が増すことになった。このため、飛翔中の砲弾は安定し、有効性も大幅に増加した。タミシエはデルビーニュが開発した弾丸を用いた実験を行い、弾丸の軌道に対する空気抵抗の効果を発見した。タミシエグループは塩水、塩中弾の効率を大幅に改善した。しかし、 この方式では方向内の市場口に弾丸を押し付ける力が不足するという問題を生じた。この問題を解決したのがルエティエンヌ東部ンが開発したステムライフルである。この概念は後のミニ A 弾にも利用されている。タミシエはまた市場口を薬室側では溝は深く先端に行くに従って浅くするという新しい市場方式も開発した。これにより 弾丸が報空を進むにつれて弾丸を押す力が強くなり効率を上げることができた。ありがとうございます。